ねえマリサ、この間このチャンネルでガンプラの特集をしてくれたでしょ？そのおかげで、私は初代ガンダムを全話見てしまったんだよ。とっても面白くて、感動したよ。なるほどな、霊夢はすっかり初代ガンダムの虜になったんだな。うん、今度のお休みの日にまとめてみたんだけどさ、本当にたくさんの名場面があったよね。確かに初代ガンダムは、実にたくさんの名場面があることで有名なんだ。ガンダムの名場面を語ろうと思えば、きっと時間を忘れて楽しむことができるぞ。それはすごいなぁ。私はガンダムを見始めたばかりだから、もう一度見返したいと思っているんだよね。だから、ぜひ初代ガンダムの名場面について詳しく解説してほしいよ。ああ、わかったぜ。今回は初代ガンダムの名場面を、主要キャラクター目線で紹介していくぜ。よろしく頼むね。まずは、主人公であるアムロにまつわる名場面だ。なんといっても、最初の名場面は、アムロが初めて乗るモビルスーツであるガンダムを、乗りこなしてしまうところだ。こいつ、動くぞとか、親父が熱中するわけだ。という名セリフがあるよね。その後も、印象的な場面は続く。アムロは初陣で、ジオンのモビルスーツであるザクオニキも撃退してしまうんだからな。さすが、ロボットアニメの主人公らしい活躍だね。ただ、アムロは民間人でありながらいつの間にか軍属としてガンダムのパイロットを任されることにジレンマを感じるんだ。そこが、それ以前のロボットアニメと違うところだよね。軍人と民間人の違いが描かれるアニメなんて、ガンダムくらいなものだよ。そんなアムロは、父親と共にスペースコロニー、サイドセブンに住んでいた。母親は、地球で遠く離れて暮らしていたんだ。父親のテムレイは、モビルスーツ設計にかけては天才的な人だったけど、民間人よりもモビルスーツの搬入を急がせるような冷たい一面があったよね。そんな父親をアムロは尊敬してしまったが、ザクとの戦いの巻き添えを食らって、テムは酸素欠乏症になってしまったんだ。タガが外れたようなヤバいキャラクターになっちゃったんだよね。それに、古めかしいメカをガンダムにつけるよう、アムロに言うんだったよね。子供にとって、両親の衰えは辛いものだ。ガンダムはそういう辛い要素を書いていたんだ。実の親がこうなったら、子供にとってはショックだと思うよ。アムロは、母親とも辛い別れをしていたよね。アムロが地球に降り立った時のことだな。アムロは母親と再会できたんだが、運悪くジオン兵がそこに踏み込んできた。アムロはジオン兵に向かって発砲するんだが、このことで母親と言い合いになってしまうんだった。発砲を咎める母親と、自分と母親を守るために発砲したアムロの思いがいさかいのようになってしまうんだったね。私はお前をこんな風に育てた覚えはない。っていうアムロの母の言葉は重かったな。その後、アムロは、これからもお達者でお母さん、と言って去ってしまうんだ。この場面は、子供の時に見るのと、自分が親になってから見るのとでは全く異なる感想を抱かせると評判なんだ。わかるなぁ、子供目線では子供の気持ちをわかってくれない親になるし、親としては子供が人を殺める場面なんて見たくないだろうし。次は打って変わって、この名セリフだ。私も気になっていたんだけど、あんまり、このセリフって言わなくない？その通りだぜ。誰もが知っている超有名なセリフだが、作中でアムロが口にするのは、第21話でのコアファイター出撃時だけなんだ。たった1回しか言っていないのに、アムロを代表するかのような名言になっているんだね。アムロといえば、主人公らしからぬキャラ設定や振る舞いが目立ったよね。仲間から、尊大だと言われたり、ガンダムから下ろすなんて言われたりするのはびっくりしたなぁ。主人公が周りからはぶられたり牢屋に入れられたりするのは、それ以前のアニメではなかったことだ。そんなアムロはいじけてしまい、もうやらないからな、誰が二度とガンダムになんか乗ってやるものか、と口走ったんだ。これまた、ガンダムならではの演出ということなんだね。これは後の作品にも言えることだが、ガンダムに乗るということは、主人公が自分のやるべきことを見出せるかどうか、ということと重なっているんだ。そうか、ガンダムに乗るかどうかを迷う主人公は、人生でいろんなことに迷うという誰にでもあることを象徴しているんだね。そんなアムロは、シャアやランバラルといったジオンのエースたちと戦い、成長していく。シャアとの戦いについては後で触れることとして、ここではそれ以外のキャラとの戦いを紹介していくぜ。私は、ランバラルとの戦いが特に印象に残っているよ。僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。いや僕は、あの人に勝ちたい。って言葉は、アムロの成長を感じさせるよね。ランバラルはとても35歳とは思えない見た目と、大人を感じさせるキャラだった。ザクとは違うのだよ。ザクとは、と言ってアムロの前に立ちはだかったり、
自分の出世は部下の出世と言って淡々任務をこなすんだ。大人を感じさせるキャラだったね。増援を送らないマクベのいじめにゲリラ屋のやり方があると答えるのはいじらしかったな。ランバラルは、この風、この肌触りこそ戦争よという言葉が印象的な、生粋の軍人だった。自分の力で勝ったのではないぞ、そのモビルスーツの性能のおかげだということを忘れるな。っていうのは、どう考えても負け惜しみだけどね。アムロといえば、マチルダさんをめぐるエピソードは印象的だったね。戦争では破壊がつきものだが、補給というものを作る行為にプライドを感じていたマチルダは、アムロの初恋の人だった。アムロは、マチルダさんと一緒に写った写真を100個追い、と言って喜ぶシーンは微笑ましかったね。その写真を、アムロはずっと大事にしていくことになる。ブライトに対しモルモットは多いや、と言ったり、アムロに、あなたはエスパーかもしれない、と声をかけたりしていたのは印象的だったよ。でも、クロイ三連星との戦いで、やられてしまうんだったよね。アムロは、ガイアを踏み台にしながら三連星を撃退する。このエピソードは、ユニコーンガンダムでもオマージュされているぜ。お、俺を踏み台にした。ってセリフだね。アムロは、追悼の場面でマチルダさーんと叫ぶ。これまた印象的な名場面だったな。その後アムロは、12機のリックドムを3分も経たずに全滅させるなど、ニュータイプとして覚醒していく。一つ、二つ、三つ、と言いながら、背面でビームライフルを撃ったり、ノールックでコックピットをサーベルで貫くなど、本当にすごい活躍だったね。ランバラルの言う通り、ガンダムというモビルスーツの凄さも際立っていた。ガンダムには教育型コンピュータがあり、戦い続けることでどんどん強力になっていったんだ。ガンダムは、その後マグネットコーティングが施されたりして、ますます強力になるんだったね。テレビ版では G アーマーという武器も登場して、活躍の幅が広がっていた。ただ、なんといってもアムロの操縦技術が際立っていた。自由落下しながら空中戦をしていたからな。そんなガンダムも、ラストシューティングと言われる場面で最後を迎えるんだったね。頭を吹き飛ばされても、たかがメインカメラをやられただけだというアムロにはパイロットとしての凄みを感じさせるものだったな。僕には帰れるところがある?っていうのも泣かせるね。ホワイトベースのクルーが、アムロの声に導かれてみんな助かるのもすごかったよ。みんながニュータイプとして覚醒したこと、そしてクルーとして団結していたことを伺わせる名場面だよな。アムロ以外のキャラの名場面といえば、シャーとセイラのやりとりが印象的だという人は少なくないと思うぜ。それぞれ、本名はキャスバルレム大君と、アルテイシアソム大君というんだったね。詳しくはジオリジンを読めばわかるんだが、二人はニュータイプ理論を提唱したジオン大君の子供だった。だけど、デギンザビガ大君を殺したことで、地球に逃れたんだったよね。キャスバルはシャーアズナブルに名前を変え、ザビ系の復讐を企てる。でも、セイラにはそれが許せなかったんだ。作中では、何度かシャーとセイラが戦場で再会し、言葉を交わす。けれども二人は、ジオンと連邦という敵同士に分かれていたんだ。セイラはシャーに、ジオン軍にまで入ってザビ家に復讐しようなんてやることが筋違いじゃなくて?なんて、かなり厳しい言葉をかけるんだったね。セイラに鬼ごとまで言われたシャーは、ザビ系の復讐から、もっと別の思想に傾倒するようになった。つまり、人類をニュータイプに覚醒させるという思想に目覚めたんだね。彼の思いの変化は、マスクをしているわけはわかるな、私は過去を捨てたのだよというセリフに、集約されているんだ。お互いが成長して、価値観が相入れなくなる兄弟なんて悲しいなぁ。でも、現実の世界でもあり得る関係性だよね。それにしてもさ、初代ガンダムではかなりビンタの場面が多かった気がするよ。確かにそうだな。セイラが怪異軟弱者と言いながらビンタする場面は印象的だ。その後も、ブライトがアムロをぶった時殴られもせずに一人前になった奴がどこにいるものかと、現在のコンプライアンスに反するセリフを放つ。親父にもぶたれたことないのにっていう、最強クラスの名言が出る場面だね。その後も、スレッガーが未来をビンタする場面もある。まさに、昭和ならではの印象的な場面と言えるな。そういえば、アムロたちの敵であるジオン側にも印象的なキャラが登場していたね。確かに1話目から、手柄を焦ってガンダムに返り討ちにされてしまう、ジーンというキャラが登場した。こう焦るのは良くないと、シャーやカイが言っていたからな。あとは、大気圏突入でクラウンが乗ったザクが溶けていくのはびっくりしたよ。シャーは無駄死にではないと言っていたが、ガンダムが大気圏を突破してしまうから、やっぱり無駄死にだったんだけどな。
なんといっても、テレビ版にしか登場しないククルス・ドアンの回が印象的だったな。2022年に映画化されたエピソードだな。作画崩壊していることで有名な回だが、戦争に対する富の恩泰の考えが凝縮された神回として有名だからな。ジオンのキャラといえば、私はマクベというキャラが印象的だったよ。めっちゃ嫌な性格をしていたよね。シリアの配下だったマクベは、テレビ版ではアッダムやギャンといった、ファンにはたまらないモビルスーツやモビルアーマーに乗っていたことでも有名だ。あとは、ジオンは、あと10年は戦える、とか、あれは、いいものだ、というセリフも印象的だったね。ジオンの面々の中で印象的だったのは、アンナの飾りです。偉い人にはそれがわからんのですよというセリフを言う整備兵だ。シャアが、ジオングに足がついていないことを指摘した時の、絶妙な返しだったね。この整備兵は、シャアのニュータイプとしての能力は未知数だ、というかなり厳しいセリフも言っていたことでも有名だ。モビルスーツや、主要キャラであるシャアへの冷静な評価が作中でなされるのも、兵器としてのリアリティを追求するガンダムらしいエピソードだね。なんといっても、ジオン側のキャラといえばザビ家のキャラにまつわる名場面は多かったね。特に印象的だったのは、ギレンザビの演説だな。我々は一人の英雄を失った。というセリフが印象的な、ガルマの国葬は前半の名場面の一つだ。その後にも名演説があったね。あえてイオーカスであるとという、アバオアクーの戦いでの話がさ、いわゆるラスボス的な立場だったが、主人公であるアムロではなく、妹のキシリアに始末されるというのもガンダムらしい展開だった。そもそも、敵側でザビ家の兄弟喧嘩や派閥争い、それに登場するキャラが誰の配下なのかを書くアニメって、ガンダムくらいだよね。その点で言えば、シャリアブルは立ち回るのに苦労していた。ギレンには、知りすぎない方がいいと言われるなど、処世術になるようなエピソードも書かれていたな。そのギレンの妹のキシリアは、デギンのお気に入りなんだよね。ギレンとは違ってニュータイプ部隊を重用したキシリアは、ギレンのことが嫌いだった。父のデギンを殺したギレンを、兄上も、意外と甘いようでと頭を打ち抜くシーンはトラウマものだったね。キシリアにまつわる名場面といえば、シャアをキャスバル大君だと知りながら対面する様子は印象的だ。シャアの手の震えが止まらない、っていうのもすごい話だったね。まあ、そのキシリアも最後にシャアに首ちょんぱされるのもすごいけどさ。あとは、なんといってもドズルザビも、いいキャラをしていた。やらせはせん、やらせはせん、やらせはせんぞーという名セリフは有名だ。ドズルって、声とかがタイとは対照的なキャラだったよね。戦いは数だよ兄貴という、将軍らしい現実的な指摘をしてたっけ。そんなドズルは、後のガンダム作品で重要な存在になる、ミネバの父親だった。ミネバを抱っこしたり、ソロモンから妻子を脱出させたりと、ドズルは人情家としての一面もあったね。それに引き換え、ガルマはお坊ちゃん気質が抜けなかったね。デギンのお気に入りであり、士官学校時代にシャアの同期だったガルマは、キシリアに対する対面を気にする男だったな。笑うなよ、兵が見ているって、キザなセリフあったねー。ガルマは、ザビ家の中で最初に亡くなったキャラだった。測ったな、シャア、いや、ジオン公国に、栄光あれー、というセリフはインパクト大だったな。そんなジオンと対峙するホワイトベースのクルーって、かなり内情がごたごたしてたよね。後に名指揮官と呼ばれるブライトは、よくイライラしていたし、アムロに冷たい仕打ちをしていたからな。何やってんのとか、何を言うか、ザビ家の独裁を目論む男が、何を言うのか、とか、常に怒っていたね。一方で、セイラは男性視聴者の憧れだった。大丈夫、あなたならできるわ。と言ってアムロを鼓舞するのは名場面の一つだぜ。でもさ、シャアの情報を得るために暴走して、独房入りさせられるのはびっくりしたよ。シャアから金塊を送られた時のエピソードのように、劇場からしい一面もあったからな。後の名場面といえば、セイラさんの入浴シーンだね。入浴シーンは、ホワイトベースのお袋さんと言われた未来さんにもあった。未来というは、ホワイトベースのクルーの中で調整役を果たす貴重な人材だったんだ。コアファイターで特攻しちゃうシーンは、涙なしには見られなかったよ。あとは、序盤のヒロインだったフラウボーがハヤトとくっつくのも意外な展開だった。アムロのことを好きではなかったハヤトも、だんだんと成長していくんだったね。テレビ版では宇宙での戦いでもガンタンクを操作していたっけ。フラウは、アムロに対して自分のやったことに自信を持てない人なんて嫌いよと叱咤したり、子供たちの世話をする実に良い子だった。滑舌きっかはちょいうざかったけど、ジムの爆弾を取り外す大活躍をしたね。人間的に大きく成長したのは、当初は皮肉屋として嫌われていたカイ自伝だったな。アムロにも、カイさん、僕はあなたの全部が好きというわけではありません。なんて言われていたっけ。
そんな海は、美晴らときえとの悲しい別れを契機に大きく成長していった。私は、やっぱりスレッガーさんの特攻シーンが忘れられないよ。悲しいけど、これ、戦争なのよね、という、超有名なセリフのシーンだな。スレッガーといえば、未来をめぐる、ブライトとカムランのやりとりでの介入シーンが印象的だよ。バカ野郎、この人は本気なんだよ、わかる？って言って、カムランにそっけない態度を取る未来を引っ叩くんだったね。それがきっかけで、未来はスレッガーのことが好きになるんだが、現在ではちょっと受け入れられない展開かもだな。でもさ、人間、若い時はいろんなことがあるけど、今の自分の気持ちをあんまり本気にしない方がいい。なんて、女性に言えるのはスレッガーくらいだよ。未来がスレッガーのことを好きなのを知っていて、未来の好きにさせるブライトの振る舞いは、実に男らしかった。あとは、うざい民間人や塩が足りなくて困っている田村料理長、セントアンジェが亡くなっていて途方に暮れる親子とか、たくさんの名場面があったね。名場面といえば、やっぱりララースンを中心とした、アムロとシャアのやりとりは外せないかな。ララーは、広大な宇宙空間の環境に適応し人類の中に出現する進化した人類である、ニュータイプの女性だった。美しいものが嫌いな人がいるのかしら？とか、アームロ、時が見えるとか、不思議ちゃんのようなセリフが多かったね。そんなララーは、とんがり帽子と呼ばれたモビルアーマーであるエルメスを操縦し、ソロモンの亡霊と呼ばれるほど、連邦軍に大損害を与えた。ララーは、すさんだ環境にいた自分を救い出してくれたシャアのことを愛していた。しかし、その後同じく真のニュータイプであるアムロと出会ってしまったんだ。これが、ニュータイプ同士の共感なんだね。アムロに対する、愛のような感情を持っていたんだろうね。ララーはアムロに、あなたと出会うのが遅すぎた、と言っていた。だから、シャアと同じくらいの愛情を持っていたというのは間違いないだろうな。ララーのこのセリフに、自分を重ねた人は多かったかもね。出会いって時には残酷な運命をもたらすんだね。シャアはララーにずっと自分だけを見て欲しかったから、奴とのザレ事はやめろと口走った。その最中に、アムロがシャアを追い詰めた時に、シャアをかばってララーは死んでしまうんだったね。アムロは取り返しのつかないことをしてしまったと泣く。ララーを手放すわけにはいかんとまで言っていたシャアも、ララーと泣いてしまう。やばいな、涙が出てきそう。やっぱりこれは初代ガンダム屈指の名場面だね。ファンの間では、シャアがララーから邪魔ですと言われるのも名場面だと言われているぜ。シャアがだんだん情けなくなっていくね。シャアのニュータイプとしての能力が、明らかに劣り始めるのがわかるエピソードだね。さらにテレビ版では、謎曲シャアが来るが流れる場面としても有名だ。ビーム輝くフラッシュバックに奴の影、シャア、シャア、シャアという、なかなか個性的な歌詞が続くぜ。なぜか、シャアが追い込まれる場面でテーマ曲が流れるの？シュールな演出だなぁ。アムロとシャア、そしてララー。この3人の関係はこの先のガンダムシリーズでも触れられていくから、ぜひこの名場面はみんな覚えておいてほしいぜ。では最後に紹介するのは、シャアアズナブルにまつわる名場面だ。見せてもらおうか、シャアの名場面とやらを。ザビ家に復讐するという野望から、人類をニュータイプに覚醒させるという野望を持つようになる様子が描かれるのが、実に興味深かったよ。認めたくないものだな。自分自身の、若さゆえの過ちというものをという落ち着いたセリフを話すシャアは、なんと20歳という設定だった。20歳で、サイド7に侵入するときに戦いとはいつも2手3手先を考えて行うものだなんて言えるかな。その後のシャアの名場面といえば、ガンダムとシャア専用ザクとの対決だな。シャアが操るモビルスーツは、キックを繰り出したりビームライフルの攻撃をあっさりとかわしたりして、アムロを圧倒したね。前方のモビルスーツは化け物かなんて言ってたシャアの方が、よほど化け物かと思うくらいだったよ。モビルスーツの性能の違いが、戦力の決定的差ではないということを教えてやるわ。戦争のリアルさを追求したガンダムらしい名セリフだ。当たらなければどうということはないとも言っていたけど、よく考えればむちゃくちゃな言い回しだよね。そんなシャアは、一度左遷の浮き目にあっている。ガルマを守れなかったからな。君はいい友人であったが、君の父上がいけないのだよ。の場面だね。直接手を下したのはホワイトベース隊なんだけど、こうしてシャアは復讐を果たすんだよな。その後の、酒を飲みながらの坊やだからさというセリフは、シャアの最大の名場面と言っていいだろうな。隣にキシリア親衛隊がいたのが分かったシャアは、内心びっくりしていたろうね。バーで人にお酒をおごるという作法を、ガンダムで初めて学んだ人は少なくないかもだな。ジャブロー攻略戦で、シャアが復帰したのを喜んだ人は多かったろうね。ただ、その後のシャアはニュータイプとして覚醒したアムロに苦戦していくんだがな。サイド6で、シャアがララーと一緒にいる時にアムロと偶然会うのも名場面だよね。
アムロに例の一つも言ってほしいという時とか、ララーと絶対深い仲だと思わせる場面が続いて、シャーに大人の男らしさを感じた人は多いだろうな。最後の、アバオアクーでのモビルスーツに乗った時、そしてサーベルでのアムロとの決戦も印象的だったね。シャーはこの戦いで額に傷を負ってしまう。ヘルメットがなければ即死だったと言わせるほど、アムロの攻撃は急所をついていたんだ。シャーがこの時に負った額の傷は、この先も消えることはなかったんだ。と、以上が昭和生まれの俺たちがハマった初代ガンダム名場面14選だが、どうだった霊夢？実に多くの名場面があったね。戦場のリアリティや人物描写に重点を置いた、ガンダムの魅力が詰まっているエピソードばかりだったよ。今回紹介したように、ガンダムは過去のロボットアニメとは異なり、主人公や登場人物が実に人間らしく、また現実的な設定で描写されている。それに、組織の縦割りとか器用に立ち回れる人とそうでない人が出てきたりするのは、大人が見ても興味深いだろうね。つまり、ガンダムについては子供の時と大人になった時に、それぞれ違った見方や評価ができる作品だと言えるんだ。なるほどね、世代を超えて何度見ても楽しめるというのが、ガンダムの魅力と言えるんだね。これから何度も、ガンダムを見返してしまうんだろうな。ということで、今回の話はここで終わりだぜ。よければチャンネル登録、コメント、評価なんかもしてくれると嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。